福島県の新聞社の福島民報社さんが、福島のために自分たちが何ができるかというのを考えられて、ひまわりがやはり復興の象徴といいますか、上に向かって伸びていくような様がやっぱりみんなを元気づけるんじゃないかということで、スマイルマークのひまわりを、フラワーアートとして作られて、それがきっかけで、今年はですね、岩手、宮城の新聞社、岩手日報社と河北新報社も、そこに加えていただいて、3社でみんなで頑張っていこうということで始まったですね、100万本 の、 ワイルドフラワーが咲く予定でして、はい、福島はひまわりがメインですけれども、ここ石巻に関してはひまわりだけじゃなくてですね、うん、いろんなもう花が咲き乱れるという、いろんな花が咲くんですね。はい、分かりました。楽しみですね。はい、ね、はい、ありがとうございました。ですね、まあ、ここの中央区議会、はい、幅20メートル、長さ250メートル、片付け、それから瓦礫の片付け、それから土壌の改良、はい、そしてやってきました。花植えるだけじゃなくて、その下地の取り方を、はい、そうですね、ボランティアの方々に、市民の方ができるだけ植えさせたいんで、申し訳ないけども、とにかく縁の下の力持ちになってくれないかと。延べで人数どのぐらい？今ところですと、大体2000名は優に越していますね。はい、そうですね、2週間に1回ぐらい、はい、この花の苗の交換とか手入れ、それからまた今週末に大きな草取りをやるということで、みんなで楽しい思いをしてほしいですね。笑顔になってほしい、ね、それだけです。